王大,大学は、福島県郡山市戸田町和座三角道31の位置に本部を置く日本の私立大学である。1972年に設置された。大学の略称は大、王大。東北歯科大学であった1989年まで、東北地方では、歯科大と呼ばれていた。王大,大学歯学部附属病院1999年11月。 当時国家試験委員だった日本歯科大学教授らが、大部大学歯学部教授の頼みで試験問題を漏えいした。2000年2月、歯学部教授は漏えいした問題を東大歯学部の卒業試験問題に出題し、翌月に国家試験を控えた学生約100人に問題を解かせた上、解説した。同年3月の国家試験直前に在学生からの内部告発があり、 事件が発覚し、事件に関与した教授らは逮捕、起訴される事態となった。なお、国家試験は当初予定していた問題とは差し替えられて実施された。この事件は、私立歯科大学の廃止まで議論される大きな問題となったが、現在は過去の事件を繰り返さないために、いくつかの施策を講じ、私学教育の信頼回復に努めている。また、2005年3月に、 国の認めた第三者機関による評価が大学に義務付けられたのを受け、財団法人、大学基準協会が評価結果を公表したが、司会私国家試験問題漏洩事件などで学生の意欲低下を招いたとして、大宇大学は合否判定保留になった。その後、2007年6月末までに大学側から提出された改善報告書に基づく再評価結果が公表され、 意欲的に改善に取り組んでいることを確認できたとして大学基準に適合していると認定された。ありがとうございます。